天野菊代八月8月24日から1945年3月10日は昭和初期の歌手、女優、千葉県桜市出身、日本橋高等女学校卒業。1913年に定劇歌劇部に寄生として入部し、1914年2月より舞台に出演。1916年5月に定劇洋劇部が解散、その後、岩高氏。 笹サからの主催する歌舞劇協会、東京歌劇座を経て、浅草オペラで活躍。東京音楽学校で教えていたハンカペツオールドに、声楽を指示していたため基礎ができており、浅草オペラ長楽後の1929年1月25日、他浅草電機関レビューで活躍する傍ら東京の、小畜少女歌劇団の声楽教師に就く。同年6月頃、 電気管レビューは電気管所有者ともめ解散。1928年3月19日、日本の本に、ニムラ定一と吹き込んだ、アラビアの歌は爆発的なヒットとなる。後、青空、赤い翼、晴れるや、思い出などのアメリカのジャズミュージックを翻訳したヒット作を放ち、ニムラや佐藤千夜子と共に、日本における、 ポピュラー音楽の開拓者として大きな足跡を残している。ジャズシンガー川畑文子の初訪日の際には、その貢献人としてコロンビアから送り出されるなど次世代への育成、指導も積極的だった。1935年頃に吹き込んだレコードが最後のレコードであると思われる。1945年3月10日の東京大空襲で消死したとも、 精神病にかかり休止したとも言われており、その死は半然としない。ありがとうございます。